負けたくない。ブッカメンブックメーカー投資家お疲れ様です。3級ベッド経過報告です。本日は4ベッド2746円のプラスでしたということで、本日もですね4戦4勝となっております。536円780円390円1040円ということで、今回はドリアカのブックメーカーをやっていただいている方からの質問の回答動画を撮りました。他の方も質問や疑問がある方は遠慮なくお申し付けくださいということで、鷲津さんの方からですね、回答動画いただきましたので、ポータルサイトの方にアップしてます。はい、まあ別動画でねこれはちょっと撮りますけれども、一応、サイトの方に今回いただいたブックメーカーやられている方でご質問いただいた方はですね、ポータルサイトの方に Q&A を一つ追加してます。まあこれ別動画で撮りますので、またそちらはそちらでご案内したいと思います。はい、まあ、ブックメーカーに関してはですね、鷲津さんのそのやり方を、まあ、なんだ、まあ、全部ではないんですけども、3万稼ぐために、というところで、まあ、ドリームアカデミアの方でもシェアしてもらってますんで、それがですね、ここですね。まあ、ちょっとここでももうちょっと言っちゃいますけども、まあ、ドリームアカデミアはブックメーカーのその塾ではないんですけれども、一応そのこの3万稼ぐステップの中にですね、鷲津さんの方で、いや3万ぐらいだったら絶対余裕ですよみたいな感じだったんで、じゃあ3万でいけるやつっていうことで、このブックメーカーでね、ここですね。で今回追加したのがこのベット方法ですね。はい、この Q&A ベットについてということで、これをちょっと新しく追加しました。はい、なので、まあ、ドリア化成はですね、こちらをちょっと見ておいてください。ベッドについてということですね。はい、ということで、まあ、追加したのはこれになります。また別動画で撮りますけれども、あと他にそのドリア化の熟成さんの中でですね、これやっててちょっと分かんないっていうところあれば、質問いただければ、ここら辺に Q&A はちょっとちょいちょい追加していきますんで、まあ、見て分かんないっていう。まあ、ドリア化に関してはですね、別にブックメーカーの塾ではないので、まあ、早くこっちのステップに行ってほしいかなというところです。はい。まあ、そんな感じです。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。